やっぱり指は全てを救う。魔法少女に憧れて第10話の反応集&感想どうぞ。今期最もヤバいアニメの最もヤバい回が始まった。ロコルベの過去、幼稚園から始まる初手、お前の責任から。人数いっぱいとかあるのか。どの遊びにも人数制限あるのくさ。なんだその解像度の高い一人遊び描写。ネモちゃん昔はまともな格好をしてるのに。影がモチーフの攻撃はここからか。やはり能力はその人が歩んできた人生に関するものなのね。前世キロコさん良いですね。ロコムジカさん、幼稚園から完成されてる。キャマタン、キャマタン。こんな可愛い子が将来向かれてライブさせられるなんて。幼稚園からの付き合いだったのか。またまちゃんとネモちゃん、幼馴染だったんだ。やっぱり下手だった。そりゃ絶妙に下手な歌を聴かされたらなあ。わら、幼少期からすでに歌が下手くそなの本徳さ。こう見ると素敵な幼馴染だな。なんで揃って悪の組織に。この導入で放送が危ぶまれるわけがないな。魔法子は健全アニメ。よし。開幕が綺麗すぎて本当に凶霊の部屋やるのか不安になってきた。場所が見られにくいところになってる。ウテナちゃんまだ緊張感あるのか。ウテナちゃんモードの時は困難なのに、ベゼモードだとどうして。ロードには失敗で鞭打ちとかされたしな。ファンクラブあるのか。ドラゴンボールみたいな戦闘力要素、ハザードレベル的な要素あるんだ。推しの話すると最も弱点今のアイビーちゃんくんが曇るやろ。エノルミータって何なんだろうな。星数そんな関係あるんって思えてくる。高速と効果力の組み合わせはそりゃ強いわな。ウテナの前で魔法少女狩りの話題は。あ、ベーゼちゃんの逆鱗に触れたな。ウテナは自分のことより魔法少女のことで怒るタイプ。あれ、ウテナちゃんの様子が。うん、切れてる切れてる。バツバツしないと出れない部屋来た。エーチの漫画でしか見ない部屋だ。けじめつけてもらえますよという役者的案件。変身させてから閉じ込めるとか高等テク。変身した上でってのがミソなんだろうな。ウテナちゃん悪の組織に染まってきたな。地上波で出られない部屋とか言い出すんじゃないよ。さあ最後まで放送できるのか。デスゲーム主催する主人公初めて見た。夜鍋でハンダつけする女子中学生。満足するためだけにドールハウスを夜鍋して作るな。ハンダ付けする必要あった。バカだこいつって言いたくなるのわかる。ルベルのツッコミが光る。ベーゼちゃん、あんたいろいろやべえよ。どんどんサディスティック度が上がってません。よかった、じゃあアリスは見てないんだ。ネロアリスには見せられないからな。みんなアリスの上層教育機にしてるのくさ。君たちは何をしてるんだ。キウイちゃんプラもダメなタイプだった。組み立てるのが楽しいんだろうが。最初から組み立ててたらプラモデルじゃないだろう。のんびりプラモ組のレオちゃんとアリスちゃん癒しだな。アリスちゃんのこいつって顔ほんま好き。アリスちゃんのがっかり顔かわいい。アリスは割と黒いよな。キウイちゃん戦力外通告きた。悪の組織らしいけどリストラ勧告ちらつかせる妖精なんているんだ。ベーゼちゃんがバカやってる裏でシリアス展開。ベナリータさん、笑顔で詰めてくる上司感あって怖い。今私の魔法少女っつったぞ。お前の魔法少女ではないよ。お前ら仲良くしろ。ケンカップルじゃん。ギャーギャーうるせえんだよ。発情期ですかこの野郎。全国ツアーしていたロコムジカ。魔法少女がリするたびに地方ライブしてるんか。あのステージ用意してくれてるのマジで愛だよね。あいうえに客を操ってたんよね。今泣くぞ、すぐ泣くぞ、ほーれ泣くぞ。ああまた泣きそうに。煽り散らかしてるじゃねえか。その意味深なベッドはなんだ。なぜか中央にあるベッドで笑っちゃう。部屋に対してベッドが斜めなのセンスある。普通の状態で歌えるの。全裸にならなきゃうまく歌えないんじゃないの。ランドセル背負った前世キロコさんたまらん。なんだかんだで仲のいい二人だな。ここで綺麗な指挟んでくるのほんとさ。軽い気持ちで悪の組織に入るな。その格好でアイドルは無理でしょ。
その格好でアイドルに疑問持たなかったのか。レオパルト並みに適当な入団理由でくさ。幼馴染特有の累積クソデカ感情の爆発だ。ルベル泣かないで。でもロコに尽くしてきたのにいらん扱いはきついよな。ロコちゃんの無垢な可愛さとルベルの一途さだもん。ネモはまたまに泣いてほしくなかっただけなんだよな。愛だよ。ルベルブルーメの方がクソデカ感情なやつだ。ブルーメも大概こじらせてるんよな。それがまたよき。めっちゃだ。キウキで笑うた。ベーゼちゃん幸せそうな顔しやがって。ケンカップルのイチャつきは実に美味しいネタ。チュシロチュシロ。仲直りックスですか。ベーゼは何を要求してんねん。ベーゼ様何言ってんですかね。やるのか、今ここで。ロコさんは理解が早くていいですね。ユリキス来た。謎の光くん、邪魔な光だな。謎の光が入るほどの激しいキスはまずいですよ。キスに謎の光いります。キスにまで規制入るんか。なんでキスシーンに規制が入るんだよ。ロコムジカさん、言われたことなんでもやりすぎ問題。やっぱり中じゃ許してくれないんじゃないか。やっぱりエッチしないと出れない部屋。そのうちマジックミラー号も手作りで作りそうだな。ベーゼおっぱじめきた。こう見るとロコの覚悟の速さがえぐい。3週連続全裸になったロコさん。また謎の光さんが仕事してる。いっそすがすがしくて笑いが止まらん。地上波の限界に挑んでやがる。これ放送して大丈夫。本当に最高すぎるんだが。これが本来の深夜アニメですね。ジャパニーズ深夜アニメーション最高です。なんだこの音楽。音声が一切流れなくなってくさ。いい感じの音楽でごまかしていけ。さすがに円盤じゃないと声も聞けないか。さすがに音楽で浄化しきれてませんよ。これの無修正版円盤とか年齢制限はないんですか。もう我々はマジアベーゼの手のひらで踊らされているのだ。光はさておき、地上波でもやれることはやったぞって感じがする。姉母羽もさんが受けなの。そうだよな。となる冒頭の青春物語始まりそうな感じなんだったんだよ。合間に挟まれる思い出パート、生々しすぎてほんと良い。やっぱりロコルメなんですよね。幼稚上波でここまでやろうと思ったよ。完璧な事後だよ。もうこれで満足できたぜ。ツルツルテカテカテナちゃんになってる。なんでもないよ。じゃないのよ。いい話だったな。いい話だったか。A パートめちゃくちゃ長く感じたのは自分だけじゃないと思う。大丈夫。幹部が離反するような組織は大抵長続きしないよ。いよいよ本格的な攻撃か。いいもの見せてもらったから、視聴者。B か開幕でクソボケ笑顔のウテナちゃんでクソ笑た。なんて満足そうな顔してんだい。ウキウキウテナちゃんにホテル誘うキウイちゃん。自分はする気が全くないウテナさん。見るのはいいけどするのはダメなんかい。街がとんでもねえ状況じゃないか。珍しい一般市民が襲われてる業者。まだ特訓してたんか。内部構想だから魔法少女は来ない。あれ、ベーゼちゃんたちが魔法少女でしたっけ。この3人より正義の味方してるんですが。アズールはもうダメだ。ではない、アズールがダメじゃない。アズールがかっこいい。君ら修行してる場合じゃないよ。魔法少女サイドもほんのり出してくれるのは助かる。めちゃくちゃ吹っ飛ばされててくさ。嫌ダメになっとるやないかい。何のせいかも得られませんでした。やっぱりアズールはダメだった。アズールさんはいつ大丈夫になるんだろう。流れるように始まる最終決戦の序章。魔法少女たちが修行してる間、なぜか悪の組織側が町を守っていた。 A パートと B パートでノリが全く違う。普通に正義の味方やっててくさ。発案者の全部テヘペロ。テヘペロ言われてるぞロード。泉府のテヘペロいただきました。テヘペロの本家がいるアニメ。魔法はこう。ロード倒さないとダメなん。さすがラスボス。無限は木の雑魚じゃん。元を立たないと消滅しないと勝ちいとかよ。ちょっとアリスにそういうプレイは。増殖しての触手プレイは伝統芸よな。ちゃんと服だけしっかり溶かしたまえ。
こんな時に魔法少女は何してんねん。エイパートで散々干してたアニメとは思えないんだが。ここは俺に任せて先に行け。レオパルドのイケメンターン来たー。それ死亡フラグやゾレオちゃん。死亡フラグでもホテルは忘れないレオパルト。死亡フラグ立てるなりでホテルに誘うな。けげんな顔してるアリス面白すぎる。アリスちゃんの変顔本当に草。メロアリスちゃんレオパルトを心配する。結局トリガーハッピーなんだよ。だから急にバトルアニメっぽいことすな。ちょっと胸熱じゃねえか。あ、胃に潰される。俺もシスタさんに潰されたい。マコはでかいがパワーでご利用し。ギガントシスタいまだにそこが見えないけど、こいつほんとなんなんだよ。星ゼロ星ゼロってうるせえんだよ。機動力がないと等身大で巨大な敵相手にするのきついよね。レオちゃん、星が3つ。レオちゃん、まさかの星3か。ほんとこっからのレオパルト、クソ強テイストはやりますよ。レオパルト覚醒きた。おお、レオちゃんフォームチェンジ。獣人化した。服がほとんどなくなってしまった。レオパルトも限界突破しちゃったよ。やはり脱げば脱ぐほど強くなるのは基本。覚醒した。それとも隠してた。ついに来た、星三レオパルトの本気の戦いが。ビーストモードな感じいいぞ。そしてな、ハトベースに乗り込むラスト。なんで敵役が敵のアジトに向かう構図になってるんですかね。盛り上がってきましたわ。しかし魔法少女たちは何してんだ。街が大変なのに。少年漫画みたいな引きで終わった。うおう、全員バージョンや。ロコベル追加されてる。5人バージョンな。映像もだけど、これ歌っている人数も増えてる。こういうのが見たかったんだよ。全く挑戦的なアニメだな。このアニメ最高だな。ド直球のロコ×ルベに視聴者もにっこりつやっつや。ここまで書くとは思わなかった。がっつり絡んで最高に満足しました。魔法少女じゃなくベーゼたちが地球の平和守ってる状況どうなんだよ。まあベゼたちは世界侵略したいわけでも、一般人傷つけたいわけじゃそもそもないからな。このアニメスタッフ続投してくれたら、2期は2期でうまいことバランスよくやってくれそうな気がする。魔法少女に憧れて第10話視聴させていただきました。果たして放送できるのか。で、始まる前から話題になっていた魔法アコ始まって以来の問題回。サブタイトルから想像通り、いや想像以上のロコムジカとルベールの超濃厚ゆりかいでした。まさに神回。この二人の関係が好きな私としては、もうありがとうございますと何回言っても足りないぐらい。めちゃくちゃ濃密に書いてくれて、スタッフさん一同に足向けて眠れません。原作では二人の回想も出会いだけの描写だったんですが、アニメではめっちゃ持ってくれてて、ロコが直情バカだからすぐ騙されてロード団に入ったりするとこも、このノリに付き合ってやろう的な感じで自分も入っちゃうし、ロコが寝てる間に手を出そうとしてる場面も尊かったです。ルベルの愛の重さがアニメでめっちゃ増していて最高でした。この関係が良いのは、ロコも別にルベルのことが嫌じゃなかったってとこですよね。キスやベッドインするとこなんかはむしろロコから積極的に言ってるわけで、結局両思いなのが本当エモいんすよ。今まではロコが目立ったわけ、陰に隠れてあんま目立ってなかったルベルですが、今回でルベルの魅力も爆発したと思います。幼女時代の出会いもほんと定定、全盛期ロコルベどっちもめっちゃ可愛いな。しかしベーゼ、早い段階でこの二人の関係を見抜くとはさすがです。この英知をするまで出られない部屋をいつ作ったのかわかりませんが、これを見越して作ってたのかと思うと恐怖。そして後半はいよいよ敵の本命が襲撃、相変わらず女しか襲われていませんが、キウイちゃんは前半から言われてた星ゼロで身の振り方を考えないといけない。っていう伏線を後半のシスタギガント戦で爆発させました。なんと星3だった。なんで星が3つあるのかの理由は次回でわかります。しかしまたこの星3の姿、ほんとこの世界のやつらのコスチュームはどいつもこいつもおかしいな。いいぞもっとやれ。キウイちゃんは直情型だけど根はいい子なんだよね。プラモもぶつくさ言いながらちゃんと作ってたし。というわけで魔法少女に憧れて第10話の感想でございました。これって全12話かと思ったら13話なんですよね。ロード団との戦いで終わると思ってましたけど、結構いいペースで来てるし、このままだと魔法少女たちの出番があんまりないまま終わってしまうから、最終回は魔法少女たちとの戦いみたいなのを兄よりでやってくれそうな気がします。
じゃないとアズールが吹っ飛ばされている修行の意味がなくなってしまう。そういえばキスでさえ地上波は謎の光で規制されてましたけど、あれか糸引きがダメだったからか。でも他のアニメとかはそれがあっても普通に放送してたものもあったような。あと無修正版を声優と鏡賞できるらしいイベントがあるんですけど、これ満足するまで出られない部屋に閉じ込められたでしょう。登壇するのもロコとルベルの中の人だし、ちなみにすでに全席完売です。ユリパワーすげえ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。